チリアシはプエルトリコで伝統的に飲まれるココナッツベースのアルコール飲料である。ラム、ココナッツミルク、甘いコンデンスミルク、バニラ、シナモン、ナツメグ、クローブから作られる。クリスマスや大晦日の夜に祝いの料理やデザートと共に供される。フレーバーラムやスパイスラム、ココナッツクリーム、レモンの皮、アイスクリーム、生姜、オルチャータ、チョコレート、 エバミルク等を用いることもある。これらの材料は必須ではないが、味をさらに甘くするために用いられる。卵を加えるレシピもあるが、これは、ベネズエラの伝統的飲料ポンチェクレマである。また、アルコールベースとして、ピトドを用いることもある。ショットグラスか、小さなカップに注ぎ、削ったナツメグかシナモンが飾られる。選択された材料により、 ストーブの上かブレンダーの中で作られる。凝固しやすい材料を用いるときはストーブの上で作ることが多い。火にかけている間、すべての材料を均一に混ぜる。粉末スパイスを用いてブレンダーで作るのは簡便な方法である。作った後は数時間冷やし、冷たいまま供する。ニューヨーク市のエルムセオ・デルバリオは毎年12月にチリア市の品評会を主催している。 ありがとうございます。